今日はそうです、比較的そう久々にリハがなくて、ちょっとだけお仕事終わったんですけど、そうお家で珍しくゆっくりできたので、あのちょっと時間も余裕があって、まあ復習とかもしなきゃいけないんですけど、はい、まあ、まだ時間があるんでね、今日は久々に配信がちょっといつもより長くねできさせてもらいますし、そう、はい、あのスインテールもできました。話の手くださって、早速初日からありがとうございます。眠くない時間にすみませんね、え最近遅くて私も必死で、なかなか配信も短くて申し訳ないですね。19日浜川り看板おめでとうございます。そうなんです、皆さん今日からさっきちょっと前ですね、5時販売トーク会、握手会、ツーショット会、オンライントーク会の5時先着販売が始まったんですが、早速初日10月19日の幕張メッセさん完売、本当にありがとうございます。びっくりです、はい、こんなに早く、しかも19日全完売ねしていただくのって、ね、すごい本当に大変だと思うんですけど、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです。やっぱり迎えに帰らなかった泣き、でも20日、10月20日の分はまだどの分もあります。5時から先着になるので、今日は早いんです。そうなんですよ、二結びかわいい、ありがとうございます。でも前回のシングルも、前々回のシングルもですかね、なんかそう買えなくて、よくの取れなくて、会いに行けない方っていう方もいらっしゃって、で他のかこのねレイって中にしてて、でもなんていうんですか、まあ買える期間は絶対すごいあったので、それはやっぱちょっと寂しいなってすごい思ったので、そう思ってくださってるのにね買えなかったっていうのはすごい悲しいので、皆さん先着なのでね、皆さん早めにはい、早物勝ちですので早めによろしくお願いします。今日から三重まで、おーちょっと遠いですね、夜勤、遠いですね、どうも大変ですが無事を願ってます。今日もコヤゴンドラ2回乗って、搭乗券もお仲間さんからトレードで譲っていただきました。おーすごい、ありがとうございます、嬉しいですね、早速2回も乗ってくださったんですね、ありがとうございます、嬉しいです、嬉しい、ペンテルニアかわいい、嬉しいです。一つ結びも楽なんですけど、ツインテールも楽です、すごく、はい、ツナサラダ食べてヘルシーデーでした。ツナサラダだけですか、そう昨日の夜ですねからお父さんがその中でも来てくれて、短い期間なんですけど来てくれて、お土産持ってきてくれて、そメールでは書きましたが、午後1の豚まんを今朝食べれてすごい好きなので、はい、幸せな気持ちになれました。ある時でした。休めましたよ、福祉会追加も嬉しいです、ありがとうございます。家にマヨネーズか辛子マヨネーズがなかったので、そうそのまま食べるかってなったんですけど、なんかイカボイルかなんかついてた、使ってなかった一味のマヨネーズソースみたいなのが残ってたので、それをかけて食べてみたんですけど、初めて、それも美味しかったです。体の調子はいかがですか、心配してくれてありがとうございます。でも今日はリハーサルがなかったので、今日は安静にして本当に全く踊ってないんですよ。そうだからだいぶふくらはぎの痛さはマシで、そ
少しでも回復につながってたらいいなと思うし、睡眠もいつもより取れてるので、ね、回復につながってたらいいなと思います。ツイッターなんていつ以来、そんなにしなかったですっけ。だってショウリョウさんでは割ととか握手会とか、この前アットジャムさんでもしましたし、意外としてるかなって思うんですけど握手会の週が決まった日もあるんだね。そうなんですよ、そう忙しくて、購入してたんですけど実際に着れてなかったりしたんですけど、昨日は来て、やっぱ実際着てみないといいかわからないので、でも結構いい感じだったので、そう決めれて、全日程ではないんですけど最初らへんの日日程から、はい、決めさせていただきました。まだ後で宣伝タイムさせていただきますね。新年公演申し込みました。ありがとうございます。うちのね、そう練習も始まってくるので、覚えてないんですけど、そうなんですよ、覚えていかないとやばいですね。申し込みありがとうございます。久しぶりに見れてる。そうですよね、今日早い、久々の早い時間で、いつも遅くてすいません。はい、今日これできました。明日もう珍しくリハがないんですよ。明後日からまたいっぱい始まっていくんですけど、しっかりそう復習も しなきゃっていう感じなのと、明日はでもお仕事をそう何かいただいてるので頑張ります。3じゃないよね、夜はありますね、生放送が。ありがとうございます。頑張り、ありがたいですね本当に。レッスンはでも本当に今回のリハーサル本当にいつも以上に気合が入ってて、みんなでもうすごく頑張ってるので楽しんでもらえたらいいなと思いますね。16周年コンサートの方にすごくより気合が入ってます。その19日会いに行きますね。ありがとうございます。ニャンテ学院が気になるそれがそうですね、19日の枠ですね。でもなんかそのまた別でね、ちょっとずつお伝えしようと思うんですけど、遊ぶによってなんかまた変えていけたらなって思ってるので。昨日シャドレーヌさんのプリン食べた。本当ですか。私が今朝食べたプリン、美味しいですよね。私はあのプリンを初めて食べたんですけど、すごいカスタードの味がしっかりしてて美味しいですよね。私の髪と目が覚める。本当ですか。おねむだった時だったらすいませんこんばんは。入るなんて呼ばないで。入ってた気がしますね。ちょっともう一回見てみますね。あそこはいけない。そうなんですか。そっか、残念だけど、愛知やと愛知スカイキスボさんかポトメイさんかオンラインですねちゃんと決済するんだよ。そうですね、決済もよろしくお願いします。10時頑張ってるから少し帰れないにゃ、短い時間ないよ、スタイルにゃ、扱いは厳しいっていう感じですかね。厳しいのかな早速ご販売100円の分追加で申し込んだよ。ありがとうございます、嬉しいです。早速嬉しい。ちょっと追加してくださったんですね。おお、嬉しいちょっともう少なくなっちゃいましたね今回。そうでもまだ決められてない日もあるので、そうなんですよ。だから探したり、私ネットでよく探すんですけど、ネットで探してるんですけど、めっちゃ
わあめっちゃいいっていう服があってめっちゃ着たいっていう、なんかもうクオリティもすごいんですよ。なんかもう生地からなんかもう本格的な、で皆さんも絶対好きだろうし私も大好きだし、それでいろいろねセットもいっぱいいろいろついててめっちゃいいんですよ。ただすっごい高いっていうすっごい高いんですけどクオリティが高すぎて買おうかなっていう、だいぶもう惹かれておりますただかなり高いんですよね。クニャボンジュールでもすごい着て皆さんに見てもらいたいってぐらいめっちゃめっちゃいいです。じゃちゃんとネットだからでもちゃんとそれがね届けばいいんですけど、着たらなんかちょっと違うみたいになったらかなりショックですが、でも評価はすごい良かったので大丈夫かなと思うんですけど、私たち早めにありがとうございます。大丈夫があれなんですね。また幕張完売19日ありがとうございます。私の愛に耐えてくださいね。そんなにあれですか、たくさんよくしてもらったかどうかでたくさん喧嘩しますね。ありがとうございます。耐えるぐらいの愛、重い愛ですね楽しみにしてます。明日はすぐ、そう今日はすごい安静にできてて、で病院でもらった湿布をね、すごい効く湿布をもらって貼ってるんですけど、やっぱりどうしてもかぶれてしまうので、トレーナーさん教えてもらったやり方で、はい、やります。サマヨのコロッケ、美味しそう。マリンちゃんと兄じゃないよ、初コンビなんですね。そう、収録の時にマリンと一緒にお仕事させてもらうこと結構あるんですけど、一緒にでも考えたら2人でなんかそう収録の時考えたらもしかしたら初めてじゃないってなって、で調べたんですよ。 YouTube さんで動画が上げてもらってるのでじゃなかったので、あ、初めてだってなって二人で驚きましたもちもちありがとうございます。今日の発動はあるときないときですね。そうですね、確かに。でもゴンドラの動画を見て夢叶えてほしいと改めて思ったよ。ありがとうございます。毎年に撮らせていただいてるのゴンドラ乗っていただいたら見てもらえる動画ですよね。いつも夢をね語ってくださいっていうのは言っていただけるので、その目標をねお伝えさせていただくんですけど、そうですね、夢が叶ってほしいです。私も頑張ります。多分関西の人しか分かんないある時ない時は、そうですよねそうですよね。豚まにマヨネーズまた珍しい食べ方ですね。あ、そうなんですか。なんか昔から午後一の豚まんにマヨネーズかけて食べてたんですけど、一味マヨネーズっていうのも珍しいですけど、それも美味しかったのですごいおすすめです。ふくらはぎお大事ね、ありがとうございます。はい、はい、早く治ってくれないかな。僕は貸し切り行ってきたよ。おー、ありがとうございます。私もね行きたいんですよ。美味しかったですか、サクパリブー。皆さんいっぱい食べてくださって、飽きるほど食べてくださってありがとうございます感謝です本当に。夢抱いたら小治療しますね。もう本当にお願いしますお願いします。フォロー嬉しいです。そ
今日は早く目にできて嬉しいですね。アイシャドウは白い方？アイシャドウのね、あの日が何個か宣伝でも書かせてもらってたんですけど、ただその確実にその日に期待値を変えるかっていうのが確認してるんですけど、まだ分からなくて確実なことが言えないので、でも衣装は多分着ると思うので予定で衣装って書かせてもらってるんですけど、だから確実決まったら何の衣装かもお伝えさせていただきます。新曲の衣装はでも仮今回MV で着たのコンとオレンジパンツの方は借りれないんですよ。はい、借りれないので白衣装の方に なりますね。こんばんはママ。フェッションデビューは周年公演だね。そうですね、でもそっちの練習の方がし、リハも始まったわけしてないのでなんか不安ですが頑張ります。22年楽しみですよ。嬉しい、ありがとうございます。今夜早く寝られそうです。あら、すいません、いつも待ってくれてるので、無理しないでくださいね皆さん。すいません、しねこやもくん申し込んだよ。午後1の豚も美味しいよね。ね、嬉しい、ありがとうございます。でも10月は東海アクスケとかもですけど、そのねイベントもいっぱいあるので皆さんとお会いできる機会が多くて嬉しいね。100キロもありがとうございます。新年公演願ってます。当選やっぱカバー率が高そうですね。そう、リハーサルもものすごくいつも以上にやらせてもらってますね。今日の配信見ながらパチパチパチ見てる。すごい、で両方こう見てくださるのすごく器用ですよね。すごい、内容入ってますか？フシュリリビ行きます。あ、嬉しい、ありがとう。公演ぶりですよね。嬉しい。ゆりやの他のメンバーも疲れ溜まってるから、明日の中にできるだけ回復できますように。ありがとうございます。明日も朝でちょっと忙しいんですけど、楽しみながら、すごいね、忙しくも楽しみながらやってれば疲れる方も本当に違うので、何でも楽しみながらですね。前髪伸びたけど可愛い。前髪でも今日切ったんですよ、さっき。すごく長くて、さっき切ったんですよね、これでも。年代別のことを楽しみます。あ、ありがとうございます。私のおすすめは、13です。12、13、14ですもんね。ちょっと分かんなかった。10月13日の2日目が本当におすすめなのでまあでもどれもね、はい、おすすめです。嬉しい、皆さんも今週もお疲れ様です。雪見大福まだかな。ん、雪見大福食べたくなってきました。20日はいろいろなスケジュール調節頑張るにゃ。ああ、ぐるぐるなってる。ああ、大変なんですね。でも考えてくれて嬉しいです。知らない曲もありそう。公演、周年公演かな、コンサートかな、あるかな。滑り込みセーフ。あ、でも全然まだ大丈夫ですよ。髪でも結構ね、髪下ろしちゃってる時多くて、今日は珍しいツインテールなので今日はツインテールで行かせていただきます。はい、でも下ろしてる日とかもよくあるので、うん、見てもらえますね、また。
かっこよかったけど、いいです。あ、その服ですか。本当に、でももうだいぶかなり惹かれてるので買って、そうですね、現地の特典会のどこかでもう来そうです。はい。なんか1回だけじゃちょっともったいなすぎるから、じゃあ今回ではないんですけど、またなんか着たいなと思っちゃうぐらい、あのクオリティも良くて、はい、いいのでっていうぐらいですね。最近こんなに起こっている、そこも楽しみにしてます。うん、嬉しいです。ツインだ、かわいい。嬉しい、ありがとうございます。私もついまた見たいです。下結び、そう、下結び、やはり枕のアクション取れなかった泣き、あー、20日もはありますけども厳しいですかね。20日はね、まだどの日、どの部もあります。あ、高所恐怖症なんですね。スカイボードさんでも確かに高いイメージですよね。あれぐらいか、観覧車は。うん、足の方はまあでもすぐにはやっぱ使ってる方向、リハーサルが多いので、使う機会が多いので、まあ、なかなかすぐには治らないなという感じはしますが、でも今日は睡眠もいつもより取れたり、リラックスできてるので、回復が早まってたらいいなって思いますね。この前は公園で見たマリンちゃん可愛かったので、少し大学試験買っちゃいました。ほら。正直ですね。私は可愛くなかったですかね。うん、コントラストが見れないからずっと映像見てる。あー、お外は見ず映像を見て、怖いのに頑張ってくれてるんですね。ありがとうございます。1862日もありがとうございます。公式チャンネルさんかな、ね、やってましたね。こんばんは、ありがとうございます。大阪でまたお仕事がツアーがあったら、凱旋ね、凱旋できたらいいんですけど、凱旋ライブないかな。チーム S 大阪じゃなかったですもんね。先週の1回目 S 食べた、今日は K 数と E をだけど、個人的に S がバランス良かったよ。そうですね、うーん、私も早く食べに行きたいです。からし、あ、からしも美味しいですね。でもマヨネーズの方が好きです。さしないよ、ラジオじゃ見ないくらいを込めたらウレターメール送らなきゃ。あ、楽しみにしてます。嬉しい、お便りもね、嬉しいですね。しなこ当たったら翌日のリリースイベント行けるのにな。あー、来てほしい。可愛くやってみれた、嬉しい、ありがとうございます。あ、意外とでもマヨネーズつけたことない方が多いんですね。なんかもう定番というか普通になったので、皆さんも知ってるものかと思ってたけど、意外と皆さん知らなかった。マヨネーズも美味しいし、からしマヨネーズも美味しいです。あ、一味マヨネーズも美味しかったです。前が大きいのめっちゃ長かったよね。そう、最近ずっと長くて、あともう忙しくて、ずっと疲れもあったよ。負けな、アイロンで負けてない時が多くて、で余計長くてね、すいません。
ね、楽しみ、いやでも楽しまなきゃね、アイドルやらせてもらってるのに楽しまなきゃですね。うん、あ、月曜日やね、よろしも楽しかったです、ありがとうにゃん。めちゃくちゃおすすめしますね、よろしくお願いします。13日即に楽しみにしててください。顔の毛が少ないと思った。前髪が短いと幼く見えますね、美しい、ありがとうございます。あんやはでも今日はね、痛さ本当にマシです。新橋港でホッケ定食食べたよ、美味しかった。あ、私が昨日リハのお弁当でいただいた、美味しいですよ、びっくりしました。でも結構塩が効いててね、美味しかったです。ゆかさん間違えちゃって、でもね、そうやってくれてる気持ちが嬉しいのでありがとうございます。あれ、なんだっけ、サンマの塩焼き、おー、おいしい、秋ですね、秋、もう秋だ。私のこと考えない日がない、嬉しい、押してます、嬉しい、ありがとうございます。改めて追加するね、あ、よしぽよさん、よしぽよちゃん、よしぽよもうね、人気で嬉しかったです。私もう一回 やろうかって思っちゃうぐらい、ちょっといろいろまだ悩んでますね、はい。電気風呂、あー電気風呂も、でもなんか病院行った時は電気当ててもらったりとかしますよ。電気風呂も良さそうですね。今日はちょい増しで元気で笑顔多い夢な気がする、パパニア効果かなって。すいません、最近はそうですね、ちょっと疲れもあって元気がない日があってしまって申し訳ないですが、そうですね、今日はでもゆっくりもできて、お父さんも来てくれてリラックスできてます。最初のしおりはよくなったよ、しおりってありましたっけ。気持ちが痒くてガチャった、つられがちですね。すぐつられちゃいますね。うん、好きな食べ物、なんだろう、好きなものが多すぎて本当に迷っちゃいます。オムレツですね、やっぱり。すぐにはやっぱね、感知って難しい、使ってやっぱね、全く動かない日はないから、でも気をつけてきます。忘れされてそうで怖い、覚えてますよ。覚えてます。ニジャで着てる紫のお洋服、あれは結構前に特会で着てた服なんですよ、実は。覚えてくださる方いるかな。イベント行く、ありがちありがとうございます。醤油ポン酢も美味しいと言ってたよ、美味しそう、美味しそう。豚肉マヨネーズ焼き、ねえ、ないですね、中肉生に見えます。あ、フレッシュということですね、嬉しい。若々しいですかということかな、嬉しい、ポジティブに捉えます、嬉しいです。大阪行ったら豚まとりくろかなし食べてる、あー美味しいですよね、りくろおじさんもめっちゃ好きです、わかります。一つ全然食べれちゃうぐらい美味しいですよね。豚まんも、でもなんかお土産で持って帰りたいですけど、あの、なんですか、冷凍しね、だからちょっと難しいですよね。横にあんか一番可愛いですよね。ね。沖の弁当、そうです。新八食堂さんですのお弁当は。
初めてで、味噌汁付きでみんな大好評でした。フォローもありがとうございます。13予定入っちゃったから12と14日行くね。13おすすめされるのつらあー見てほしかったです。でも今日あれですよね、あの非公式チャンネルさんで発表があったと思うんですけど、配信も今回あるみたいなので、はい、ありがたい。最近なかなか配信もね厳しくなってきてるのでありがたいですよね。フルーツは、あ、ひただっけな、ひたの、梨です。あー、そこにあるので撮ってもらいますね。おー危ないじゃーん、ひたの梨、大きいですよね。大きい、私の顔はないけど結構大きい。うん、これは お父さん お家実家でも食べたって言ったんですけど、なんかもう本当にみずみずしくて美味しさがもう違うって、食べるの楽しみです。梨も 大好物なので、今日もバッチリバッチリ可愛い、嬉しい嬉しい、ありがとうにゃん。こんばんは。電気風呂、あ、疲れも取れるんですね電気風呂。なんかちょっと温泉とか行った時も痛くないかなって躊躇して入らない時ありますが、一回トライしてみます。温泉とか行くことがあんま少ないんですけど行きたいですね配信後に5時販売追加するにゃんね。あ、嬉しい、よろしくお願いします。帰宅お疲れ様です。頑張りました、お疲れ様です。遊びに来てよ、ありがとうにゃん。魚もちろんだけど味噌汁めっちゃ美味しかったよ、ホッとする味。そうですよね、わかります。ストレッチで筋肉少しずつ動かすと治り早いから無理しないように。そうですね、ストレッチも思いっきりやらないように気をつけます仕事帰ってきたよ、あ、お疲れ様です。皆さん今週も頑張りました、お疲れ様です。好き嫌いが、うん、ほぼないですね。補給で身がたっぷりあって食べ応えは抜群やんね。ねえ、美味しいですよね。やっぱり会いたい、会いたいです、私もお待ちしてます一番可愛い、あ、でもそこの4人がやっぱ一番ですね、嬉しい体調は、でも今日は本当に久々にお仕事ちょっとだけだったのでだいぶリフレッシュして、はい、疲れも癒されてます。そうですよね、お弁当もいろいろ出してくれるからありがたいですよね。収録に高まりましたよ、あ、嬉しいね。なかなか制作もできてないので、そうなんですよ、形も綺麗、うん、何て書いてる、香水、え、何て書いてる、幸せの水香水っていうのっていう種類ですか、香水っていう、うん、え種類なんですね。え、剥いて食べるんじゃないですかと思ってるけど、味も好きな果物なんですね。あ、そうなんだ、あ、ふなっしー懐かしい、顔ぐらい大きいね、近かったですね。来たなし欲しいもんだね。なんか親戚の方が送ってきてくれるんですけど、すごい美味しくて、いろんなフルーツ美味しくて、もう感激です本当によくやった、梨の区別はつかなかった
それだけみずみずしいとかですね、ありがとうございます。なしだけに、お支援はなしでお願いしますみたいな感じですか。おお、皆さんお支援は、お支援はなしですさあ、口からあまり日が経ってないのに、あ、なんか随分会ってない感じ。そうですね、確かに分かります。やっぱ今月9月乗り合う期間とか、そう、公演がないのも大きいのかな。帰りに梨を買おうかなって。お影響されやすいでも嬉しい。あと20日余りで幕張で会えるのが楽しみ。あ、嬉しい。20日来ていただけるんですね。20日は、はい、残ってるの嬉しいです。幕張に次は続くとお弁当が楽しみの人で、いや本当です。みんな、あの、本当今日お弁当ないかなって、結構それが一番楽しみっていうぐらいお弁当タイム楽しんでますね。あー、皮ごと食べちゃうじゃん。あ、曲がりも、あ、そうなんですね。へー、ユビアにもたどり着いたのか、目移りしやすい性格だから。目移りしすぎもダメですよ。やっぱちゃんと見てくれないと困っちゃいますね。それこそ行ったことあります。はい、ありますよ。野生的、そうですね。皮も、皮にすごい栄養が詰まってるって言いますもんね。お尻の心配なしですよ。お、心強いありがとうございます。販売も購入完了、横にはたくさん会いに行くよ、ハート。え、嬉しい。本当ですか。あの、前回横にゃん買えなかったっておっしゃってたから、ちょっと寂しかったので、はい、早めに買ってくれて嬉しいですピンクの口紅はグッド薄化粧です。このピンクいいですよね。あ、川と海の境界に、あ、境目にあるんですね。そう、大変なっちゃう。サイリウム持てないのでね、皆さん本当にもうダメですはい、あ、じゃあ皆さん今日は久々にお歌を歌わせていただきたいと思います。今日はね、ちょっと余裕があって、はい、ありますので、ちょっと久々になっちゃうと申し訳ないんですけど、歌わせていただこうと思います。よいにゃん、よくにゃん一択。嬉しい、ありがとうございます。出ますように、やほーほー。生ハムになしですか。ちょっと気になっちゃいました。ちょっとやりたくなっちゃいます。ペナルティ6本まで登ってるよでもそうですね、やっぱピンク水色がいいですね日本で。じゃあ皆さん、イヤホンさしていただくの音量気をつけてください。さしまーす。もう嬉しい、ずっと大吉もありがとうございます。嬉しい。今日はあの曲、見つけました。早い、曲入りました。もう最近あれなんですよ、あの、休みがなくてボイトレとかにも行けてなくてっていうのもあって、
あんまりそう歌の練習ができてなくて、前よりちょっと声が出しづらくなってるんですよ。問題ですね。はい、だからちょっと歌いづらくなってますが頑張ります。よくないですね頑張ります。リハーサルでは歌ってるので全く出ないわけじゃないんですけど、ボイトレに行けないのもちょっといいですね。皆さん音量、好きな音量にしていただけたかな。マイナーリクエストかな。違います、ごめんね。くさいよね、それ汗が来たからです。でも違うんですよ、すいません、すいません、ごめんね。今日はあの曲です。じゃあ行きます。どうぞ。もしこの世界から東京が消えたら、争うことなんかなくなるのに。奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる。もしこの世界から東京が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに。どうして何のため線を引くのだろう。そうたった一つの地球の独り占めなんかできないよ。もしこの世界から東京が消えたら、多分困る人がいるんだろうな。この線のここから入ってくるなよと、勝手に旗を立て孤立するだけ。数えきれないくらいの花が咲いていれば、みんなの足元がどこなんて気づかない。幸せを分けてあげよう。もしこの世界から東京が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに。どうして何のため引くのだろう。そうたった一つの地球の上。もしこの世界から東京が消えたら、争うことなんかなくなるのに。見えない線ばかり勝手に引いたって、僕たちは自由を諦めない。美しさの花ずっと守りたいよ。
STU さんの曲ですね。とてもうまい、でもやっぱり喉の開きがちょっとあのミュージカルの時とか思えばかなり閉まっちゃってるので発声は大事ですね。発声大事、喉開かなきゃ。ちゃんとこう嬉しい、よかったよ。皆さん優しいですね。横山が花ってこと？あ、そうですね。心にフラワーです。シキブレイス入れてた。ね、いいですよねこの曲も。またボードライブとかあったらいいですね。皆さん聞いてくれてありがとうございました。じゃあ宣伝タイムやらせていただこうかなと思います。じゃーん、こちらです。 SK48 33枚目シングルの鼓膜心拍数の特典会が今日から販売が始まりました。歌声好きね、嬉しい、ありがとうございます。初日は10月19日土曜日の幕張メッセさんの握手会トーク会。今回は見えなくなる、見えづらいですね。358部が握手、トークが6、9部なんですけれども、あのお洋服が決まりまして、にゃんてい学園、にゃんてい学園を着まーす。にゃんてい学園ですよ皆さん。まあね、詳しい情報はちょっと小出しにしていこうかなと思うので、にゃんてい学園のワードだけでちょっとどんな感じなんだろうっていうのを皆さん想像していただいて、まあ、にゃんてい学園なのではい、ああいう感じかな。でね、早速この日全完売してくださって本当にありがとうございます。ぴょーん、嬉しい、いやんてこったって感じですね。本当に本当にありがとうございます、嬉しいです。はい、で幕張がね、今回あの10月のこの2日間のみなので、あと残ってるのが次の日の10月20日日曜日の幕張メッセさんの握手会358とトーク会69部のみになるので、でもまだここはありますので皆さん幕張も最後お待ちしてます。でこの日はプリンセスメイドです。なんかそう、こうネーミングを考えるのもすごい考えるんですけど、一番合う言葉がこれかなって思いました。プリンセスメイドで、これもうん、結構なんて言うの、おお、パッとする感じですかね。おしょりですか、のおしょりかな。面白いかな。20日追加、嬉しい。そう、まあ、プリンセスでメイドさんですね。ジオ様のメイドなんですね。そうなんですよ、でもそんな感じなんですよ服が。で11月30日です。次はは土曜日、ポートメッセ名古屋さんで握手会358東海6キューブさせていただきます。一応ポスをあの X さんとかでは書いてたんですけど、確定ではないんですけど、この日は衣装をお借りしようと思ってます。何の衣装になるかはちょっとまだわからないので、確定したら書きますね。あの衣装かなっていう感じです。はい、で12月1日日曜日はポートメッセ名古屋さんで握手会358トーク会6キューブです。この日もあの X さんにも書いてましたね。ソフトはハードコーデです、私服です。ソフトはハード私服です。まあ途中でそうパターンを変えようかなって思ってるんですけど、
ソフトかハードな服です。詳しい情報よろしく、楽しみにしててください。撮影会衣装をね着ようと思ってますよ。うん、そう、でも本当それの言葉が一番ぴったりだなと思います。ソフトかハードな服で、次は1月11日土曜日にアイツスカイエクスポさんで、この日はツーショット撮影会の着席形式なんですが、357899部させていただきます。ツーショットも2日間のみになっちゃうので少なくなりました。ソフトもハードもがいい、両方見たい方は両方着ていただいたら向いちゃいます。コンタクトレンズコンタクトレンズは全く関係ないですね。はい、でツーショット撮影会も衣装をお借りしようと思ってるんですが、なんかでも着たい衣装があったんですけど厳しいっていう意見もありますので、ちょっと難しくしくなってきてるので、そうなったらコスプレ、その言ってた高いなんだっけ、すごいクオリティが高い、私がすごく欲しいコーデを着ようかなと思ってます。本当にいいんですよ、本当にいいんですよって、まだ実際に買ってないし着てないからわからないんですけど、着たらね違ったって場合もあるのでまだわからないんですけど、すごい欲しいのがあります。で1月12日次の日の日曜日もアイチスカイキュスさんでツーショット撮影会があるんですけども、この2日目がスタンディング形式になります。で35789部で同じ部なんですが、そうだからこっちに衣装を着るか、さっきの日にコスプレを着るかがまだはっきりしてないんですけど、衣装を借りれる日に合わせて決めようと思ってます。はい、で2月8日土曜日ポートメス名古屋さんで握手会358東海69部で、この日も着ようという思ってる服はあるんですけど、まあ確定しっかり決まったらまた書きます。で次の日の2月9日日曜日ポートメス名古屋さん握手会358部東海69部です。はい、この日もちょっと待っててね。説明が丁寧のお上手、お上手ですか、本当ですか。良質なコンタクトじゃないとね危ないですもんね。ね、で今回はなんとじゃん、個別オンラインロングトーク会もあります。私は2日間今回あって、11月15日金曜日は 1,2,3,4 部なんですよ。金曜日の早い時間だからって難しそうではあるんですけど、でもそうこれも X さんに書いてましたけど、この日はオフィシャルワンピ、オフィシャルです。オフィシャルワンピを着ます。珍しいオフィシャルワンピを着て、で次の日の11月16日土曜日のは5678部で遅い部になります。この日はなんだっけ、ホルダーネックコーデをします。ホルダーネックって皆さん知ってますか？検索したら出てきますよ。ホルダーネックもただあんまり着ないんですけど、そうオンラインの服は手堅いとかは、あれ違いますね、また違うあれなんですよ、なんだって、そうなんですよ、
ニュースが。おお、なるほど。なるほど、なるほど。なるほど。え、でもど、うん、なるほど。ニュースがかもしれない。かもしれない。全部気になりすぎます。嬉しい。会いに来てくださいね。嬉しい。一日ですかね。うん、かもしれないです。うん、でオンラインは普段私があんまり着ないような服を着ようと思ってます。特にあんまり着ないような服を着て見ようと思います。はい、ホルダーネックタンクトップだよね。あーみたいな感じですね。タンクトップじゃないけど形はそんな感じです。で今ですね、5時先着販売が今日から始まったんですが、10月15日完売していただいた日で、10月28日か20日の幕張メッセ3分のトーク握手会が10月11日金曜日12日正午までで、ここが一番早いので皆さん要注意でーす。で本当に10月19日の看板ありがとうございます。で次は11月30日、12月1日のボートメッセ名古屋さんの特価握手会が11月22日金曜日の12時正午までで、1月11日1月12日アイズスカイクスポさんの特価握手会じゃなくてツーショット撮影会ですねは1月3日金曜日12時正午までです。この日はちょっとお誕生日近いので、でもまだなってはないですね。お祝いしてほしいですって言おうと思ったんですけど、ちょっとまだなってなかったです。待ち遠しい、待ち遠しいです私も。で2月8日2月9日のポートメッセ名古屋さんのトーク握手会が、1月31日金曜日の12時正午まで、11月15日11月16日のオンラインロングトーク会が11月4日月曜日祝日の23時59分までです。全部日にちが違いますのでご注意ください。一番早いのが幕張の10月19、20日のお昼なので、で先着なので皆さん要注意です。長かったんですけど聞いてくれてありがとうございました。あの X さんとかストーリーズさんにあのまとめた資料みたいなのも貼ってるので、あの分からなくなった方はそこを見てください。はい、フォローもありがとうございます。じゃあ最後は発動させていただきます。今日はあれとあれだな、あれとあれだな、あれとあれとあれですね。調理時間も、あ、本当だ、びっくり。いきます。やくにゃービームわーからの、あ、じゃあ投げキスも、投げキスからのなし、ごめんなさい、かじれないです。ちょっとかじるのはちょっとちゃ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 、マンゴーポーズ、マンゴーじゃないけど。からのあるとき満面の笑み。ないときです。わかりますか、知ってますか、皆さん知ってますか、知ってますか。ないときはもっと悲しいんだ。からの皆さん10月19日1
戦完売、本当にありがとうございます。嬉しいです。会えるの楽しみにしてます。決済も忘れないでね。皆さんありがとうございます。明日はこの後皆さん何分後、25分後ぐらいにマリンとのニジャナイヨの放送があるのでぜひ聞いてください。そして明日の夜はサンジャナイヨに21時からですね出演させていただくので、それも聞いてください。ナッキーさんとミヨマルと私です。はい、今日は久々にねゆっくり配信できて嬉しかったです。みんな聞いてくれるでしょ。超ぜひお願いします。みんな来てくれてありがとうございました。嬉しいです。東海や握手会や通常都会オンライン都会もお待ちしてます。来てくれてありがとうございました。シャチホコからのおやすみ、おこにゃー、夢でも会えますように。ありがとうございました。ゆっくり休んでね皆さん、リラックスが大事です。リラックスして寝てね。ニニン、おやすみにゃー。ゆっくり休んでね。